よーく見たら昼に天井門前へ行こう。天井門前へ一人でシーカとリーファはどっちが先にイベントが起こるんだ。その前にメールが来たから見よう。リズベットさんがヒートファイトクリアしたら絶対に会おうね。なんて積極的な女の子なんだ。さあどっちのイベントが来る。ピナということはシリカだ。キュルキュル。キリトさん来た。会えてよかった。ピナが見つけてくれたの。お手柄だね。どうしたんだ。あのキリトさん、今お暇ですか。まあ暇かな。攻略しないといけないけど、もしよかったらお出かけしませんか。ほら天気もいいですし。行きましょうか。はい、最近町の外れに面白い場所を見つけたんです。ごめんなさい、あともう少しなんですけど。じゃあ行きましょう。ずっと歩いているだけじゃつまんないですよね。会話したいじゃないか。本当ですか。嬉しいです。大丈夫です、ちゃんと圏内ですから。圏内ですから。どこだ。キリトさん、もうすぐです。あの丘を登ったところです。あそこら中で見たことあるような場面だけど、何が起こるんだろうか。ですよね。ピクニックで来るのにもいいところだと思います。ピナどうした。足元からチェキプリーっていうやつじゃないか。キリトさん大丈夫ですよ。圏内だって言ったじゃないですか。この子たちはモンスターじゃありません。クリッターになるのかな。キリトさん早く座ってください。この子たちすっごく可愛いんですよ。早く画像。何かわからないじゃないか。この子たちってなんだよ。チェキプリーって言ってるから、トゲピーか。じっと座っていると近寄ってくるんです。リスか。リスみたいなやつか。そんな急に手を出したらびっくりしちゃいますよ。もっとこんな風にそーっと。怖くない、怖くないって言わんとダメだよ。ナウシカみたいに。ほら集まってきましたよ。くすぐったいな。なんだこの可愛い生き物は。いえ何もあげてませんよ。最初からこんな感じでした。心が優しい子っていうことを本能的に分かったのかな。キリトさん、そうなんでしょうか。したらすごく嬉しいです。ピーナッペラくすぐったいよ。何が起こった。プニプニ言ってるぞ。服の中に入った。リスが私の服の中に入っちゃったんです。だそうです。まあ想像できたけど。新しい画像だ。別に入ってないけどな。戯れて可愛い画像じゃないか。あ、また下に入ってた。ピナが羨ましがってるのか。俺に撮れっていうのか。嫉妬してるのか。怒ってるのか。キリトさん、私からもお願いします。リスが素早すぎて捕
まずは立ち上がろうぜ。キリトさん、取ってください。背中の方から下に、はい、お尻の方に行っちゃう。そっちはダメ。どっちだよ。これなんてエロゲ？ダメ、今度はお腹の方にってくすぐったいって、やだ。震えてる、ビータが震えてるぞ。ちょっと、そっちはダメ。そっちってどこだよ。お疲れ様でした。もういたずらっ子なんだから、こういうエッチなことは女の子にしちゃダメなんですからね。シリカは結構エッチエッチって言うな。でもキリトさん、さっきは助けてくれたっていいのに、見てるばっかりで意地悪です。そうだそうだ、ごもっともだ。それは本当にそうですね。戻ろうかって自分から言うなんて。はい、キリトさんにそう思ってもらえたならよかったです。じゃあね、みんな、また遊びに来るからね。またね。チェキプリー、終わった。おや、あんなところにイベントが。アスナさんのイベントはちょっとかぶりたくないな。先にリーファさんのとこ行きますか。多分これ出て入ったりしたらいいんだな。出て入ると多分イベントが起こる。ここだね。起こった。待ってたよ、キリト君。こっちも会いに来たよ。なんで切る？なんで殴る？なんだなんてひどい。キリト君に用事があって探してたのに。どんな用事だ？今日はキリト君と買い物に行こうって朝から決めてたからね。それはお前の理屈だ。ご飯はごちそうしてあげるから行こう、キリト君。俺には用事があるんだ。ポーションと転移結晶と、だいたいこのぐらいあれば十分かな。転移結晶50個ぐらいあるからちょっとぐらいあげるよ。ポーション使わないから全部あげるよ。うんうん、せっかくのレアアイテムを諦めるなんてもったいなさすぎるよね。分かってるって。大丈夫、倉庫に自動で飛んでいくから関係ないよ。それじゃあ買い物はこのぐらいで、新作チェックをしたいから防具屋に行かない？防具屋に行った方がいい。機能的でおしゃれな防具を置いているおすすめのお店を教えてほしいんだけど。でも服装変わらないよな。小物が充実しててお値段がそんなに高くないところがいいな。そんなものはない。あるのか。ねえねえキリト君、このスカートどうかな。ちょっと柄が派手すぎる？見えません。そうだよ、言うと思った。そういうことじゃなくて、デザインとかそういうことを聞いてるの。それでもいいの？それでもいいのか。このぐらいの丈が可愛いのに。もっと短いのだってたくさんあったよ。短いの履きすぎるとちいちょだぞ、ちいちょ。キリト君って SAO の中のことなら何でも知ってそうだったけど、おしゃれにはすごく疎いよね。多分男の考えるおしゃれと女の考えるおしゃれは違うんだよ。
防具見てても数値ばっかり気にして、色とかデザイン形なんてどうでもいい感じだったしね。なんでもいいことはないな。それでも可愛いのは着たいな。もうそう言って黒い服ばっかり着てるんだから、女の子にモテないよ。何を言っているんだ。キリトがモテないのであれば世界中の誰一人女の人と付き合ってないぞ。そうだな、ワンポイントに何か取り入れるくらいしないと。モテモテなのに、キリトさんはモテモテなのに。手袋とか靴ひもとか髪留めとか全身コーディネートにはちょっとした工夫が必要なんだよ。もうこうなったら今から私が服の選び方を教えてあげる。黒でいいよ。ちゃんとついてきてね、キリトくん。黒の騎士なのに黒以外の服を着てたら。回った回った。どうだった、キリトくん、気に入ったデザインの服とかあった？うん、やっぱり黒い服かな。もしかして私が無理やり連れ回したから疲れちゃった？それは全世界の男性諸君が思っていることだと思います。途中でスーパーとかのベンチに座って買い物を待つお父さんの図がよくわかるよ。ごめんね、つい楽しくて。お詫びに美味しいものをおごるから元気出してくれる？本当に？よかった、興味ないことに付き合わせたかなって心配しちゃ。しゃ、どうした？しゃ。風が来て短いスカートがペラッとめくれたのかな。収まったかな。はあ、びっくりした。あ、ごめんキリト君、ちょっと先に行ってて。どうした？強い風だったからリボンを直そうかなって。もうなんでそういうこと言うかな。キリト君は無粋だよ。お花を摘みに行くんだよ。ありがとう。じゃあちょっと待ってて、すぐに直しちゃうね。ピコピコしてる。どうした？どうしたの？そう、下ろすのもいいかな。髪型を好きに変えられるのはゲームのいいところだよね。手入れも楽だし。真面目に見られるとくすぐったいんだけど。ちょっと向こう向いてよ、キリト君。アスナさんと被ってしまうしな。いつも通りにしようぜ。一瞬でいいから向こう向いてて。減るもんじゃないしってそだ言ったらダメだろ。向こう向くと、向こう向くと元に戻った。お待たせ。やっぱりこの髪型が落ち着くよね。っていうかキリト君は長い方が好きだったりするの？短い方が好きだな俺は。そっか、向こうに帰ったら髪伸ばそうかな。ボブがいいかな。ボブ、向こうの世界の髪型あれが最高じゃないか。あのままでいようぜ。そう、それじゃあ無理に伸ばしたりしないでそのままでいようかな。そう、そのままがいい。あれ最高、あれがいいと思います。丸。もうキリト君はいつもさらっとそういうこと言うんだから。いや、あの髪型は最高だよ。こっちはそういうちょっとしたことで気持ちが振り回されちゃうのに。なんでもない。ねえ、お店まで競争しよう。負けた方がご飯おごりね。よーいと。ちょっと待って、てめえがおごるって言ったじゃないか。結局連れ回されてご飯もおごらされるわけですか。まったく。あとのイベントはアスナさんのイベントだっけかな。